情念司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。台湾有事ね、思ったよりも早いかもしれません。気になるニュースがね、また出ました。日経新聞なんですが、米空軍高官、台湾有事は2025年、内部メモで準備指示ということで、もうそのものズバリです。マイク・ミニハンさんという方なんですね。司令官なんですけれども、アメリカ空軍でですね、輸送とか給油を担当している、いわゆるロジを担当している人がですね、台湾有事が2025年に起こると予想して、準備を急ぐようにと指示していたそうです。ただね、国防総省はですね、これあくまでもね、ミニハン氏の個人的な見解であって、国防総省の喧嘩を代表するものではないというふうには言ってるんですが、どうなんですかねと。これ21日にどうも送られたメモらしいんですが、アメリカの NBC テレビがですね、メモの全文を入手したそうです。その中でね、こんなに書いてあったと。私が間違っていることを望む、2025年に中国と戦う予感がすると書いてあったらしいです。さらにね、2024年にアメリカ大統領選挙があるでしょ。アメリカは内政に気を取られると、そこでね、隙が生じてチャイナが仕掛けてくる可能性があるという見方を示したそうです。台湾有事に対応するためにね、日本の沖縄から台湾の通りフィリピンに至るね、第一列島線の内側で戦って勝利できる統合部隊が必要だと強調して、2月末までにね、中国との戦いに備えた主要な取り組みを報告するように要請したと。さらに連絡先も更新してくれということで、かなりですね、切羽詰まったというかね、割と実践的な内容のですね、メモね、これが回ってきたということで、というふうにね、驚いたわけですよ。我々もね、台湾有事はいつかあるだろうとか思ってますけど、2027年ぐらいかなとかね、結構まだだから先かなって、4年ぐらい先なんじゃないかとかね、いろいろね、言ってる人もいるんですけど、どうもですね、アメリカがちょっとね、選挙で内向きになったら仕掛けてくるかもしれない、みたいなね、そんな感じです。同じ記事にね、アメリカ海軍のマイケル・ギリティ作戦部長も、去年の10月にね、台湾有事が起こるぞというね、話をしたというのがね、引用されてるんですけど、そのね、ギリティさんのね、記事ね、日経新聞のやっぱり記事なんですけど、2022年10月21日のね、記事、ちょっと今目の前にありますが、これもね、ヘッドライン読んでみたいと思うんですよ。アメリカ海軍作戦部長、2023年までに台湾有事も中国に懸念ということで、今年みたいな、今年あるっていうね、記事出てたんです。これね、去年の記事なんですけど、こういう記事出まくってるんで、埋もれちゃってね、もうみんなちょっと感覚麻痺してるかもしれないですけど、もう一回よく考えてくださいね。さっきの空軍の補給担当の司令官が、来年あるかもしれないよ、準備してと言ったと。去年、海軍の作戦部長が、もう今年かもしれんということを言ってるわけですからね。ちょっとこれ頭の中に入れておきましょうね。この記事読むとね、アメリカ海軍のマイケル・ギルティ作戦部長は19日、中国による台湾侵攻が2023年までに起きる可能性を排除できないとの見方を示した。脅威に対して常に対処する体制を整えていると強調するための発言だと見られるが、台湾侵攻に対するアメリカの強い懸念を浮き彫りにしたということで、ギルティさんはですね、アメリカシンクタンクのイベントでね、この20年を振り返ると、中国がやると言ったら、あらゆる目標を想定より早く達成したと指摘しまして、侵攻が起こる時期について、2022年、あるいは23年、3年かもしれない、それは排除できないというふうに語ったそうです。去年の時点ですから、もう今年から来年来るかもしれんぞということですね。さらにですね、この前の年ね、2021年にね、アメリカインド太平洋軍のですね、フィリップ・デビッドソンというね、前の司令官もやはりですね、台湾有事が2027年までに起こるんじゃないかというふうに言ってたんですよ。これで3つ目ね。さらにですよ、ブリンケン国務長官も去年の10月17日ね、カリフォルニア州のイベントでね、こんなこと言いました。中国は以前に比べてかなり早い段階で台湾との再統一を目指すと決意したと。習近平は台湾統一をめぐる武力行使の放棄を決して約束していないと。つまり武力行使をするかもしれないという含み持たせているということもですね、これね、ブリンケンさんもまあ言ってたわけですよね。ということで、ざっくりこの4人の大物ね、国務長官のブリンケンさん、さらにですね、インド太平洋軍の前の司令官のデビッドソンさんね、それから海軍の作戦部長のギルティさん、さらにですね、今日ね、出てきたね、空軍のですね、ミニハン司令官ですね、この4人のですね、アメリカ政府並びにですね、軍の高官がですね、チャイナは我々が思っているよりも早く仕掛けてくる可能性があるよと。場合によっては来年、下手すると今年かもしれないよと、警鐘を鳴らしているということでございます。ちなみにですね、さっき紹介した日経の記事ね、ギルティ作戦部長の記事のね、最後の方にね、こう書いてあります。アメリカハドソン研究所のパトリック・クローニン氏は、習近平氏が武力による台湾統一を決定したとは思わないと強調した上で、高官たちの警告を真剣に受け止める必要がある。新しい情報を持っているようだ、とも話したということです。まだ決まってはいないけど、でもその決定に向けてですね、いろんなものが動いているということです。これ皆さんちょっと思い出してほしいんですけど、去年の12月のですね、16日ですよ。
忘れもしません。私はですね、英会大学のね、危機管理のプロフェッショナルですけれども、小谷哲夫先生のツイートを引用して、アメリカ政府がロシアによるウクライナ侵攻ね、これがあると、あるぞとね、逆にバラすことによって止めようとしてるぞっていう話を YouTube でしました。あれ16日日本で情報出たんですけれども、アメリカがですね、これやるぞって、向こうがやる可能性があるって言った時は、このウクライナでの戦争を止めようとしてわざとリークしてね、やりましたよね。やったけど結果的にあれ止まらなくて、本当でしたよね。同じようなことがですね、台湾でも起こり得ると。アメリカ国民ね、早いかもしれない。我々が想定しているよりも早いかもしれないって言ったら、その早いかもしれないって言うだけの根拠がですね、まあ、言っちゃうと何を見てるとバレちゃうんで言わないですけど、ウクライナの事例でね、ロシアがやる気で全面侵攻の可能性あると。おそらくもうこれは決定だっていうふうに言って、16日に。その後24日に侵攻するわけですけど、約1週間内でね、そんなもんねえよとか言ってるやつが全員外れたでしょ。これ覚えてます？私あの時は、小谷先生の話とか、それから、小泉悠さんもね、マクサーの衛星で全部見てましたからね、ちょっとした全面侵攻できるだけの、兵隊も今回ありますよというようなことをおっしゃってたんで、これはあるなと、様々な客観情報からこれ可能性結構高いなということでね、進行するよって言ってたら本当に進行があったわけですけど、今回もですね、これアメリカ狼少年ってことはないですからね、このウクライナの件で狼少年じゃないってことはもうこれ1回目これ真実だったわけですよ。狼少年ではないと。今回も狼少年になるようなことはしてないはずです。なんでかというと、狼少年みたいなことやっちゃったら証言戦にまんまとハマっちゃうじゃないですか。なのでこれ本当にこういう話がおそらくアメリカ政府内でですね、情報共有されてるんだろうなと。そういうチャイナのね、秘密情報というかですね、まあ、こういうのが情報共有されててリークですよね。あえてこういう形でリークする。メモもまあわざとマスコミ見せてる可能性もありますけどね、報道されるようにわざと出した可能性もありますけど、ロシアによるウクライナ侵攻があるぞっていうことを警鐘を鳴らしたのと同じようなトーンでね、同じようなやり方で今回のチャイナのね、台湾侵攻思ったより早いぞっていう情報を出している可能性がありますので、これ我々もね、真剣に受け止めた方がいいんじゃないかな。狼少年じゃないからね、アメリカはね。ウクライナの件で狼少年じゃなかったってこと分かったでしょ。狼少年はあの時にロシアは攻撃しないって言ってた連中が狼少年ですよ、逆に言うとね。ということですので、今回のですね、新たなアメリカ空軍のね、マイク・ミニハン司令官のこのメモについてもですね、我々は真剣に受け止めておいた方がいいかなと思います。ちなみにですね、そんな中ね、ブリンケン国務長官がですね、チャイナに行くそうです。2月の5日から6日の来週ですね、チャイナに行ってですね、ゴルフ大好き王毅さんね、チャイナの要は共産党の方の外交トップですよ、ヨウ・ケチの後継いだね、王毅と会談すると。台湾とか人権問題についてね、協議をするらしいんですが、ここでおそらく話し合われるのは、お前ら進行する気満々だろ、俺知ってんぞと、やってみろ、どういうことなのか分かってんだろうなみたいな話をするのかなというふうに思います。ちなみにですね、やったらどうなるかということについてはですね、アメリカのね、 CSIS というシンクタンクがね、シミュレーション出しましたよね。あれで24通りのシミュレーションやったんですけど、どのケースでもチャイナは台湾取れないという結論になりました。チャイナがもし前線するとするなら、そのシナリオは2つぐらい確かあって、日本がアメリカに全然協力しない、日本が今のドイツみたいな感じで、ドイツ渋ったでしょ、レオパルト2、ああいう感じでもう渋ったまま、もうドイツよりも悪いね、あのまま渋ったまま戦車出さないみたいな感じになる、別の世界線のドイツみたいなのに日本がなったら、これちょっとアメリカはね、まずいことになりますよと、チャイナ有利になっちゃいますよということを言ってます。このね、シミュレーションちょっと結果、ニューズウィークに出た記事ね、今目の前にあるんですけれども、最も楽観的な予測と最も悲観的な予測を除いた標準的なシナリオっていうのがあるんですが、台湾軍はですね、この標準的なシナリオで534機の戦闘機、海軍は38隻の大型艦船を失うと。台湾軍の死者はおよそ3500人に上り、局地的な陸戦での死者がおよそその3分の1を占めると言われてます。さらにアメリカ海軍もですね、死傷者および行方不明者が1万人近くに上り、ゲームの結果を平均すると米海軍はですね、空母2隻、駆逐艦や巡洋艦など20隻を失うと。軍用機は168機から372機を失うというふうに言われてます。さらに日本はですね、チャイナのミサイル攻撃に遭うだろうと。その場合日本の自衛隊はですね、軍用機122機、艦船20数隻を失うことになりそうだということなんですね。この犠牲を恐れてですね、戦争やめましょう、チャイナと話し合ってとか言ったら思うつぼなんですよ。これぐらいの犠牲出してでも俺たちは台湾を守るぞと言うと、チャイナは攻めてこないと思います。ちなみにね、なんでこんなこと言えるかというと、我々もこれぐらいの犠牲出るんですが、チャイナの犠牲はもっとひどいのね。向こうが来てこっちにこれだけの犠牲が出るときは、チャイナひでえ犠牲を負うんです。このね、シミュレーションやった人たちもですね、チャイナの海軍はズタズタになり、水陸両用部隊の中核を失われ、何万人もの兵士が捕虜となると。中国は軍用機161機、艦船138隻を失うと。戦闘による死傷者7000人、その3分の1は死者、それとは別に1万5000人が渡航中に海に落ち、半数が溺死と。捕虜となる兵士は3万人ということで、こんなボロ負けしたらチャイナの王朝は持ちません。共産党王朝は滅びます。元寇が日本に負けてね、元がカラコルムに逃げたとと同じ。フルボッコです。台湾沖で令和の元寇みたいな話になるので、できないので、だからもう我々は犠牲を厭わず戦いますと言えば、チャイナに平均的にこれぐらいの犠牲が生じて、チャイナを王朝持たない。だったらやめようかなってこうなるわけですよ。
それはね、日本とアメリカが犠牲が怖いから、じゃあちょっとチャイナに少し譲ってとかなると、戦いが起こっちゃうわけですよね。そこで、やっぱりやめたっつって介入すると、よりひどいですね、結果になってしまうということです。アメリカ主導の日米タイのね、防衛軍がですね、チャイナのね、この不法な侵攻、それから侵略軍ね、これを撃退するにはね、4つの条件が不可欠だということです。一つはですね、台湾が戦うこと。二つ目、アメリカが即座にかつ直接的な介入に踏み切ること。それからアメリカが日本の基地から作戦を展開できること。そして最後にですね、チャイナの水陸両用作戦を防ぐために、アメリカにですね、対艦ミサイルの備蓄が十分にあることと、この4つなんですね。最後にですね、ちょっと戦術面ですけどね。で、最悪のパターンはですね、台湾に武器だけ渡してアメリカが介入しないというウクライナ型。これやったら台湾取られちゃうよと言ってます。台湾軍が仮にやられても、台湾の人々が降伏を拒んで抵抗すれば、チャイナの占領はせいぜい数ヶ月程度で終わるだろうというふうに、このシミュレーションは予想してるんですよね。アメリカには台湾を守る法的義務はないですけど、でもコミットメント強めてますよね。わざと出現したかのようにね、台湾が有事になったらアメリカが介入するっていうね、バイデンさんも何回も言ってますけれども、こういうこと言ってですね、しっかりと抑止をすることですよ。もし来たら君たち大変なことになるよと。もう一回チャイナの犠牲を見ましょうか。これ標準シナリオで台湾有事の時のチャイナの犠牲は、軍用機161機、艦船138隻を失うと。戦闘による死者は死傷者7000人、その3分の1が死者ってことは2000人近くが死ぬと。さらにそれとは別に1万5000人が溺れ死ぬということで、ざっくり1万7000人ぐらい、2万人近い人がですね、この戦争でチャイナ死んでしまうということですから、一人っ子軍隊でこんなことあったら大変ですよね。だからやめた方がいいよと、戦争はね、ということ。来たら俺たちはそういう風に対応するからね。だからお前ら来んなよっていうことをしっかり言うことがですね、抑止になるのかなと思います。こんな中ね、もしねアメリカ軍が沖縄の基地から引いちゃったらさ、来るよマジで。その時は台湾でね、ブチャの大虐殺起こりますからね。台湾人の人権はどうでもいいんですかと。本当に冷たい人たちだなと、私はね、彼らに対して、まあ誰とは言いませんが、そう、何かに対してね、厳しくね、人権をね、考えてほしいというね、ことはね、ちょっと主張しておきたいなというふうに思いました。ということで、台湾有事意外と早いかもしれない、頭に入れておきましょう。今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄にね、感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。